家の畑の相談の南側に一本タイベジタブルバナナを植えておいて、ある程度成長したんですが、周りには例によって不織布ポットを配置して園道をちょっと巻いてあります。で、その向こうにですね、金木犀の下になるんですが、この金木犀の下にバナナマッサンを植えておいたんですね。それで前の冬は地上部が枯れたんですが、その後成長点が生きていたので成長再開して、これからまた冬を迎えようとしているわけです。こちらに二本立ちのように見えるのは島バナナなんですね。トカラの島バナナの芋を前の年に埋めて、ある程度成長したんですが、やはり地上部は消えて、そうして今2本立ちの小株になっているんですね。まあ、ここは日当たりが悪いので、まあ、ほんのちょっとですが、この金木犀の枝を切って、せめて朝ぐらい日が当たるようにと思って多少改善したんですが、日が当たるのはまあ午前中ちょっとだけですので、バナナにとってはあまり良い環境ではないんですね。でも少しずつ枝を切っていって、日当たりの、まあ、日照時間を長くしていけばなんとかなるかなと思って、まだ諦めてはいないんですね。まあ、この辺に植えておいた桑ず芋の親株2株あったんですが、1株はまだ生きてますね。もう1株はダメになったみたいですが、種を落としたのか、小さな桑ず芋の苗がこの柿の木の下の方まで出てるんですね。大株の桑ず芋はまだ霜が降りていないのか、まあまあ元気ですね。まあ大体は真冬にはほとんど地上部は枯れたり、まあ茎がぬるぬるした状態になったりして冬をやり過ごして、また初夏近くになると葉っぱを出してくるんですけどもね。もうこれは何年も同じことを繰り返しているので、ダメになってなくなるということはないと思うんですね。それでまあ桑ず芋とバナナを無保護で、いずれバナナの方も無保護で越冬して、いずれは収穫につなげたいと思っているんですね。
おそらくこちらのタイベジタブルバナナ、これはバナナマッサンや島バナナよりも耐寒性を持っていますので、再来年ぐらいには収穫につながるんじゃないかと思っているんです。で、タイベジタブルバナナのように露地、通年露地栽培できるものを、この東側の垣根沿いにも植えていこうと思っているんですね。まあ、この辺まだ空いているところ多少ありますから、それからこういうソルダンとか長十郎梨などの畝間ですね、これを広げていって、広げていくというのは、この果樹用に四角形に仕上げた高畝の土を削っていって、まあこんな風にですね、ちょっと仕掛けてはあるんですが、土を削って根域制限を狭めていって、広がった分の畝間にですね、バナナをずっと植えていこうと思うんです。要するに家の畑全体をバナナ畑と、前からある果樹ですね、このソルダンとか長十郎梨とか、そちらのアンズとか、もうすでにイチジクの木とかですね、すでにある果樹と共存できるようなバナナ苗優勢の畑に今転換しつつあるわけなんですね。去年は11月29日に寒波が来たみたいでしたね。連用日記今朝も更新していって、29日のところに寒波で北松や千人草の葉っぱがかなり傷んだような写真が出ていましたから、まあ、今年は明日、明後日ぐらいから寒波がやってくるようで、2、3日昨年よりは遅めということですね。まあ、2、3日の違いは大したことはないですけどもね。まあ、いずれにせよやればバナナの風情になっていくのはもう時間の問題ですから、今日は天気もいいので、朝から天気もいいので、見回りがてらまだ緑色をしているバナナの葉っぱをですね、眺めながらちょっと撮影してみているんですね。あとは3ヶ月ぐらいはやればバナナを眺めないといけないですからね。雨が降ってこんな風に畝間はぬるぬるしてるので、今滑って転びそうになったんですが、まあ転びそうになってもまだ完全にひっくり返るところまで体力もバランス感覚も失ってはいないんですが、いずれはですね、もっと年取っていけば
今足を滑らしたようなことではおそらく倒れてしまうでしょうね。まあ年取ったらそろりそろりと、あるいはもう危ない場所を避けて畑を見回ったりしないといけないということになるでしょうね。これはバナナピーマンですね。バナナと名前がつくと、まあデザートバナナの苗を探している人のところにもバナナトマトとかバナナピーマンとか いろんなものを見せられてしまいますよね。向こうに見えている2株はムサアイスクリームです。ブルーベリーはだいぶ赤っぽくなってきましたね。